猫と人の幸せをつなぐハートフルコミュニティにゃうにゃう。ストレスが原因で起こる脱毛。猫の行動をよくチェックしよう。人間の場合には円形脱毛症で毛が抜けてしまい、いわゆる10円ハゲと呼ばれるものが症状として現れるのをご存知だと思います。特にストレスの影響を受けやすい猫は、何か嫌なことが起こるとすぐに爪研ぎをしたりグルーミングといって自分の身体を舐める行動をよく行います。ですが、ストレスレベルの高い場合には、グルーミングの際に猫が同じ部分を執拗に舐めてしまうことから脱毛してしまい、部分的に剥げてしまうことがあります。猫の舌には糸状乳頭、糸状乳頭と言われるブラシのようにザラザラした突起がついており、毛づくろいをしたり水を飲んだりする際に役に立ちますが、その突起した部分で過剰なグルーミングを続けると脱毛してしまい、歯性皮膚炎を引き起こして皮膚が赤くただれてしまう場合があります。アレルギーによる猫の脱毛。食べ物によるアレルギーの場合、食べ物によっても猫にアレルギー症状が出ることがあります。その場合、主に顎とその部分に近い目の上や耳の付け根といった場所に脱毛が見られ、皮膚が赤くなります。また、猫が吐いてしまったり下痢が長期間続くのも特徴です。飲みによるアレルギー性皮膚炎。飲みが猫に寄生してしまうと、激しい小便が起こってしまうため頻繁に身体をかきむしるようになります。猫が皮膚を傷をつけてしまわないように爪切りを必ず行いましょう。ブラッシングなどをしていると皮膚に赤い発疹が見られる場合があります。お尻の部分や尻尾の付け根、首から背中にかけて脱毛が見られるようになります。カビ菌やダニの寄生が原因の部分ハゲ。カビによる円形脱毛。皮膚糸状菌症、皮膚糸状菌症と言われる真菌が引き起こす脱毛は、顔周りに小さい円形のハゲができるのが特徴で、抜けた皮膚の部分が赤く炎症を起こすことがあります。フケが多かったり頻繁に身体を描いている猫の場合には注意して猫の身体をチェックしてみてください。ヒゼンダニ症、回線、回線。小腺口腐腺ダニによって顔や耳が炎症して脱毛し、かさぶたができてしまいます。激しい小便を伴うことから炎症部分を爪で傷つけて悪化させてしまう場合があります。その他の原因。日光性皮膚炎。
日光過敏症とも呼ばれる症状では、特に白猫に多く発症すると言われており、強い紫外線を受け続けると脱毛を起こすことがあり、臨場皮膚、耳先や鼻になるとひどい場合には、潰瘍やただれを起こしてしまいます。白猫を飼っている方はご注意ください。直線的な脱毛の症状。好酸球性肉芽腫、好酸球性肉芽腫は、口周りや肉球、舌や口内に発症し、太しももの裏にできる脱毛は、線状肉芽腫、線状肉芽腫と言われており、赤みと老けを伴った一直線状の脱毛が見られ、毛の抜けた部分が盛り上がります。猫とのスキンシップを忘れずに。日常的にブラッシングやスキンシップを欠かさず行っていれば、猫の身体の異常を早期発見することができるだけではなく、飼い主と猫との良好な関係にもつながります。毎日の生活で忙しい日もあるとは思いますが、少しの時間でも猫と触れ合う時間を作るように心がけましょう。また、脱毛には多くの原因が潜んでいるので、素人判断は猫にとって危険です。すぐに動物病院へ連れて行くようにしましょう。ストレスによる脱毛の場合には原因を突き止めなければ解決しませんので、生活環境の中で猫にストレスを与えているものがないかをよくチェックしましょう。